業中の、フル食を取っていきます。でとりあえず朝起きたら、サプリメントですね、青汁とあとマルチビタミンとビタミン C とオメガ3、これ前まではもっと飲んでたんですけど、今はとりあえずこの3つだけ飲みます。マルチビタミンは絶対飲みます。はい、とりあえずじゃあ、1食目食べます。1食目はいつも通りオートミールの朝ごはんです。ここに代謝を上げたいのでこのシナモンとも入れます。これは適当。あと塩分ですね、ピンクソルト入れます。1グラムぐらい。はい、ではこれがプロテイン入りオートミールです。でここに脂質を足していきます。これはアーモンドと、くるみが入ってて、で1日全部で 50g 食べるんですけど、だいたいこの中から、最初朝測ってちょくちょく食べる感じです。であとブルーベリーも入れます。はい、でこのオートミールのカロリーが272キロカロリーで、タンパク質が 24.9、 脂質が 4.2、 炭水化物が 36.1 っていう感じです。これがトレーニング前の食事になってます。でブルーベリーとあとアーモンドの量は適当です。
今家に帰ってきたので、2食目食べたいと思います。2食目はこの鶏肉をさばいて、でカーボ、炭水化物はパスタ食べたいと思います。100g 測ったのでこれを食べます。さっき作った鶏肉を 200g 半分ぐらい入れます。で、味付けは塩と胡椒。2食目食べます。で、これはパスタ 100g と鶏肉200とあとオクラ 50g 入ってます。で、一応カロリーが 588kcal で、タンパク質が 62.8、 炭水化物が 76.9 で、脂質が 5.7 です。これが2食目です。いただきます。で、味付けは塩と胡椒です。うん、基本的に炭水化物はお米かパスタかどっちかです。今日最後の食事はお米を食べると思います。今回の減量は毎日オクラ食べてます。野菜はもうオクラだけです。オクラと鶏肉は固定で、今1日もともと5食とか食べてたんですけど、3食にしてプラスあとプロテインなので、まあ、4食で、ちょっと食事の回数減らしてます。平日は。はい、では、これからバイトに行くんですけど、とりあえずプロテインを持ってきます。これはパウダーで 25g 持ってきます。で、あと、1日分のくるみとアーモンド 50g 持ってきます。で、この2つが 427kcal で、タンパク質が 26.6 で、脂質が 31.5、 炭水化物が 9.6 です。で、これもだいぶ食べてるんですけど、1日の脂質減はこの2つになります。は
はい、ではとりあえず帰ってきたので、最後のご飯食べます。で最後も、同じですね、鶏肉とオクラで、さっきはパスタだったんですけど夜は、白米食べます。で、いつもだいたい夜は味噌汁を飲んでるので、味噌汁飲んで今日終わりたいと思います。白米を 200g 食べます。はい、では完成しました。最後のご飯、3食目、4食目かな、4食目のご飯になります。でこれは白米が 200g と鶏肉が 200g でオクラが 50g 入ってます。でこっちは味噌汁、これわかめも入れてます。で、カロリーが 553kcal で、タンパク質が 54.9、 脂質が 4.5、 炭水化物が 78.0 になってます。で今日のトータルが、1810kcal になってます。でタンパク質が167、脂質が 45.7、 炭水化物が 193.0 になってます。カロリーがもう 1800kcal なんで結構低い状態なので、週1回チートミール入れて、ストレスをそこで解消させるような感じでやってます。で、まあ、トレーニングと有酸素はまあいつも通りやってて、脂質も女子棒の半分ぐらい、半分以上かな、少し取るようにしてます。減量初期のフル食でした。さあ、あとこれ食べて今日は寝ようと思います。今回の減量はオクラに助けられてます。